はい。はい。ということで、多分始まってると思います。はい。本年最後の放送だったわけですけども、またまたトラブルが発生したというふうな連絡を立花さんから受けまして、一体どういう状況があったのかご説明いただいてよろしいでしょうか。いつもよりちょっと早めに気を利かして上上がってきたんです。上がってきてたんですね。そう、上がってきたんです。上がってたんですね。うん。で、パソコンのスイッチを入れて普通に立ち上がって、スカイプを立ち上げようとしたら、スカイプが反応しないのよ。うん。あれおかしいなと思いながら、何回かスカイプこう立ち上げていたら、画面が真っ黒になり、で、何壊れたって思いながら見てたら、しばらくお待ちくださいってこうくるくるするの出るじゃない。はいはいはい。で、再起動になったのね。うん。再起動おかしいでしょ。この間再起動したばっかりっていうか、更新したばっかりだからね。うん。で、その後しばらくくるくるな状態、うん、でしょうがないから、もう携帯取ってきてもらって、で、立ち上がりませんっていうことを連絡しの、で、こっちがダメだったらもうタブレットでやるしかないから、じゃあ次タブレット持ってきてって言って、今持ってきてもらって、通信始めたらこっちが立ち上がったの、やっと。まあでも立花さん連絡してきたの5分前ですよ、開始の。そうだって、しばらくお待ちくださいってピッてついたんだもん、一回。だったんですね。うん。ですね、これ今ちなみに絵音がね合ってないんですよね。あら。ちょっと喋ってもらっていいですか。絵音が合ってないの？うん、合ってない合ってない。ちょっと待ってくださいね。はい。うん。これやっぱりなんかね、ちょっと今私もね立花さんの方の PC ちょっといろいろ見たんですけど、ちょっと状況がよくわかんないんですよね。回線速度も、うん、まあ上りはそんなに悪くないので大丈夫な気がするんですけど、うん、多少あれですね、なんかちょっとおかしいですね。ちょっと今、うん、帳尻合わせるんで待ってください。はい。映像の方が早いから待ってくださいね。音を遅らせりゃいいのか。あ、違う、音を早めりゃいいのか。どれぐらい？これでちょっとどうですか？ここでいじるとちょっとあれなんだけどな。ここでいじっちゃうとちょっと編集できるかできないかってなって変わっちゃうんだけど、まあいいか。喋ってもらっていいですか？はい、大丈夫ですか？おお、もう少しだな。もう少し？待ってくださいよ。これでどうですか？どうですか？合ってますか？うん、ちょっと若干遅いな。うん、ごめんなさい。今日はね、最後の放送ですけど、年内最後の放送ですけど、調整から入っていきます。調整から入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、まだだな。もうちょい。普段はこういうことしないんですけどね。これでちょっと合わせていきますか。うん、ちょっと喋ってもらっていいですか？はい、大丈夫ですかね。今度会いました。微妙だな。どれぐらい？これね、一回録画したものを合わせるのは楽でいいんですけど、うん、生配信上のやつを合わせるっていうのが結構ね、うん、大変ですね。ね、大変だよね。マイクも引っかかってるしさ。マイクは特に問題ないです。ちょっと待ってください。大丈夫。これでどうだ。喋ってください。はい、今度は大丈夫ですか？もうちょいずれてる？もうちょいずれてる？大丈夫？ちょっとずれてるな。まあいっか。いつも、まあ、多少のずれはあるからいっか。もう始めますか。これやってたらきりない気がするな。はい、もうそれで1時間終わっちゃったらすごいよね。いや、まあめったにないのでいいんじゃないですかね。そんな配信ほとんどないですよね。あ、もう時間が来たんで、それでは皆さん良いお年をって言いながら終わっていくんでしょう。面白いこといいかもしれないですね。今ので終わりみたいなね。何にも喋ってない。いいのとか言いながら終わって。まあまあいいかもしれないですね。まあよろしくはないでしょうけどね。本当にね、怒られちゃうよね。うん。れぐらい、これぐらいでどうだろう。そんなにずれないと思うんだけどな。うん。大丈夫かな。まあいいかな。うん。大丈夫かな、いいかな、とりあえずまだちょっとね、栄養とずれてるんですけど、さっきよりは大丈夫になったかな。立花さん、喋ってくれないと、ずれが分かんないです。そうだね。喋んないと分かんないよね。わあ、これで合ってるかな。大丈夫これ見てる人大丈夫ですか？気持ち悪くない？大丈夫？いや、あれですよ。本当それこそね、腹話術みたいな感じになってたんですよ、さっき。ああ、全然じゃ違うじゃないね。そうそうそう。口と、もう完全にね、口と音が合ってなかったんですよね。ああ。多少、でもまだちょっと気になるな。いいですか？大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、ごめんなさい。このまま、じゃあ続けますね。はい。はい。というわけで、もう始めていきますけども、立花さん、この1週間何か終わりになりましたでしょうか？この間動画出したんだけど、あ、そうなんですね。年末からお正月にかけての参拝っていうの、初詣。初詣がなんか神社さんとかいろんなところからこう3密にならないように、ちょっとこう時間をずらしてくださいみたいなお知らせが来たのね。それは、なんかメールかなんか登録してるんですか？いや、チラシに入ってたのよ。チラシにね。なるほど、なるほど。はい。で、じゃあ、早めに行ってもいいのかな、ぐらいな気持ちで、ずっと行きたいって言っていたところを、旦那さんちょうどいたから、明日連れてってくれるうちはいいよって言うから、行きたいなって言ったところに連れてってもらったのね。まさか平日の、午前中、お昼ちょいぐらいだったかな、行ったの、確か。そんなに人いるって思わなかったんだけど、早めに来てらっしゃる方がもういて、お守り買ってたりとかするから、まだ早いんだけどなーってこう見ながら行ってきたのね。まさかそのお正月のようになんかこうやってる雰囲気ではないんだけど、早めにちょっとご参拝来ましたっていう軽い感じね。で、開運スポットだ、見せたいなと思ってカメラまで持ってったのに、人がいらっしゃると撮影できないじゃない、映っちゃったら困るからね。で、そのシャッターチャンスを逃しつつ、で、うちの近くにある大洗磯崎神社と、坂連神社っていうのは姉妹神社って言われてるのかな。で、両方こうお参りするとご利益高いよっていうので、じゃあ、磯崎神社の方にも行かなきゃって言って、こうぐるっと回ってもらって、両方行ってきたのよ。で、その帰りに、その神社さんではやっぱり人が結構いたので、これもまた撮影はちょっとできないなと、そのシャッターチャンスないなっていうので、で、しょうがないから、海見に行こうよって言うから、ああ、いいよって言って。で、じゃあ、鳥居のあるところ、あそこパワースポットになってるんで、あそこ連れてってって言って、で、こうぐるーっと回ってもらって、そこを撮影して、この間動画で出したのね。もうね、何みんな早いんじゃないっていうぐらい、いろんなところ、結構ほら、この辺神社さんあるからさ、通りがかりにふってこう見たりするんだけど、早めに来てる人がいたっていうのが驚いた。で、今年どうするって、まあ来年のお正月なんだけど、初詣行くの行かないのって話をちょっとしてたのよ。どう？みんなやっぱりこう、1日から3日にかけてさ、行く予定とかになってんのかなーっていうのはちょっと気になってるところね。あ、そう。あ、なるほどね。なんか私聞くところによれば、都内の方とかは、分散参拝っていうふうな形で、12月の初めぐらいから、もう、参拝しに来られる方はどうぞみたいになってるっていう話を聞きましたよ。ああ、じゃあ一緒だね。早めにどうぞっていう雰囲気はやっぱり両方ともあって、来てらっしゃる方も、なんか初詣早く来ましたって感じのお話こうちょいちょい聞こえてきたんでね、うん、あらーってうちだけじゃなかったっていうのが印象だった。あとはねうん、1月いっぱいぐらいまで参拝しますよっていう、その参拝するのは OK ですよと、うん、言ってる神社さんもありますね。あら1月いっぱい、うん、でつい最近見たニュースかなんか記事とかで、もともと三が日に行かなきゃいけなかったわけじゃないんだみたいな記事も見ました、うん、初詣は、でもねどちらかというと初詣的な感じのものっていうのは、うん、なんだったっけ、鉄道と深いゆかりがあって、うん、鉄道でなんかわざわざ行くためのものだ的な感じのニュースかなんかを見ましたよ。本当かどうか分かんないですし、まあ、取材されてそういうふうな話があったんでしょうけども、うん、なるほどねという感じですよね。コロナ禍だからね、うん、そうなおさらっていう。でどこだったっけな、多分東京都内の方とかでも JR がなんていうんですかね、24時間運行しなくなったじゃないですか、うん、今年は、うんうん、JR の方からもうやりませんと、うん、休みますよっていうふうなのがあって、うん、神社さんも朝5時まで閉めますよとかね、うん、閉めてますよとかって発表してるとこもありましたよ。ああ、近所でありました。うん。うん、かと思えば伊勢神宮は、うん、ずっとやってるんだったかな。なんか今日ちょっとちらっと見ました。伊勢神宮のなんかニュースもなんか出てましたよ。リリースみたいなね。さあどうなんですかね、まあ、ちょっととりあえず、まあ、立平さんのからのご質問ということで先に聞きますか、うん、はい、よかったら皆さんコメント書いてください。今日はちょっとなんか変わってますよ、いろいろね。はい、まあ何がありましたかっていう話ですけども、皆さんいかがですかと、うん、もう参拝行ってきましたっていう人、そして元旦とかね三が日はやめようと思いますっていう、うん人、まあ様々いらっしゃると思うんですけど、皆さんどういうふうなご予定で初詣をなさいますかという感じですね。よかったら書いてみてください。あ、年内行こうと思うっていう方いらっしゃいますね。ああ、そうね。とりあえず今一人だけかな。一人だけかな。一人だけかな。行きません、多分。あ、なるほどね。行かないんだ。行かないっていうのも、まあ、あれですよね。まあ、選択の一つだよね、うん。そうですよね。たった1年行かなかったからって、神様怒んないですよね。怒らないですよ。ご時世がご時世ですもんね。ねえ、そりゃそうよ。はい、どうでしょうかね。うん、何も予定がありません。30日に行きます。うん、もう行きました。初詣控えますね。うん、とうとう書いてますね、うん、1月後半っていうハテナがありますけど、1月後半に行かれるんですかね、うん、神社もお寺も行きますせ、うん、来年の1月終わりに行こうかな、うん、1月の半ばから後半に行く、うん、行かないと思う、さまざまな意見ありますね。そうだね、うん、はい、という感じみたいですよ。うん、うんよろしいですか、聞きたいことは聞きましたか。うん、聞きましたよ。ありがとうございます。という感じみたいですけれどもね。うん、よろしいですかね。さあ、その他、どんなことありました。あとね、うん、厄年っていうの改めて。うん、いつも行ってるところの厄年とか星よけとか方位よけっていうのってこの時期になるといっぱい出るじゃない。はい、うん、でこう見てみたら、私が来年数えの61になるから厄年に入ってたのね。はい、で厄年ってさ、女33でしょ、その後40いくつでしょ、60いくつもあったっけみたいな感じで。うん、でいつもご参拝して、おみくじ引いて、じゃあ今回どうせだからお守り買っていこうっていうので、厄除けのお守りにするのか、もうここはね、金運のお守りにするのか、それとも、健康のお守りにするのかっていうのを散々迷って、厄年だからやっぱり厄払いかなっていうのでお守りを買ってきたのね。で、今まで使ってるやつあるじゃない？大杉神社で買ったやつがあるんだけど、今回行くときは、お札を焼くところで一緒に焼いてもらおうかなとかも思ったんだけど、行けないから、どうしようかな。あ、でもな、お守りだから、別に気分の問題だから、捨てちゃえば捨てちゃってもいいんだよなって言いながら、この間質問があったじゃない。お守りどうしますっていう。あれ？ごめんなさい、ちょっと私全然覚えてないです。覚えてないの？お守りどうしますっていう。そうそうそう。質問ありました？1年お世話になったお守りってどうしますっていう。神社さんに行ってお焚き上げするとか、お札焼くところでお焚き上げするとか、それともゴミ捨てちゃうのみたいな。で、普段使ってるのって私結構雑にゴミ箱にお疲れさんって言ってポンって捨てちゃうのよ。人間ってさ、都合いいよね。自分の身に降りかかるとさ、改めてさ、これお札はちゃんと返した方がいいかななんてちょろっと思ったりしたね、今回ね。新しいのをいただいてきて、古いのを処分するときにね。何でもないときは、お疲れって言ってポイって捨てちゃうんだけど。なんかね、そういう心境の変化がちょっとね、自分でおかしいなって思いながらね。ああ、そうか。今年なんかは特に、あれですよね、そのコロナ禍で初詣行けるか行けないかみたいな話があるから、お焚き上げ出しに行くのも結構大変なわけですよね。あ、そうそう。あれ三が日までに出すとかですよね。その三が日に初詣した時に出すとかって話だから。出すっていう。出すならそういうルールがあるじゃない。対応してくれるかどうかですよね。そうそう。それもありますね。なんかね、普段はそんな気にしないのに、今回ばっかりは、なんか厄年っていう看板を見たときにね、あれ私厄年っていうのに、ふっと気がつく瞬間があったっていうところの心の変化。ちょっとね、自分の中に。今までそんな気にしないし、もう毎年厄払いはしてるんで、そんな気持ちでいたんだけど、この心境の変化にちょっと驚いたね。なんでそんな心境の変化があったんですか？なんだろうな、年齢が一つプラスになるわけじゃん。50代から60代に。その心境の変化だよね、今度ね。50代から今度60代になるっていうところでね。このワンランクが一歩前に進んだっていうところでは、なんか神仏に対するいろんなお道具じゃない？お守りとかお札ってね。もちろんお札はね、毎年ちゃんとお焚き上げのところ持ってって、お疲れ様でしたってやるのはもう自分の中で当たり前にやってることだけど、そのお守りっていう部分でね、ここまで自分で意識したのは初めてだなっていうのは、年齢が一つ上がる、60代に入るっていうところの自分の中の一つ違う世界っていうのにちょっと気づいた。ってことなんですね。なるほどね。やっぱり違うもんですか？違うね。気分が違うね、やっぱり。いろんなこと大事にしたいって思うようになるじゃない。なるんですね。なる。まあ、でもね。どうするかですね、それはね。まあね、お守りを、今回飾ってるやつも一回下げて持ってかなきゃいけないわけだな。新しいのと入れ替えるんだからね。それも含めて、もう一度早めに行ってしまって、空いてる時に連れてってもらって、先に交換してきちゃおうかなってちょっと思ってんだよね。で、茨城県で今年そのおすすめ神社っていうのはやっぱりいろいろ出てくるのよ。もう大きいところから小さいところまでね。で、今回はね、あっちの大杉まで行けるかどうかはちょっと疑問なんだけど、行けたら大杉神社に早めに行っちゃいたいし、で、交通安全とか商売繁盛は風間稲荷、もうここはね、3年通ってるけど、抜群の、交通安全。いろんなね、事故を避けてくれてる。うん。これはね、交通安全とか健康祈願だったら、笠間稲荷が絶対おすすめ。最近すごいこう、上り調子で力貯めてきて、みんなをガンって守ってくれるイメージがある。なるほど。うん。はい。茨城の方はね、ぜひぜひ行ってみてくださいね。はい。はい。というわけで、こうね、質問も結構多くなってきたので、はい、どうぞ。そろそろ質問の方もシフトしていきますね。どっから行こうかな。まあ、せっかく神社の話が出てきてるので、神社さん関係とか、神様関係先に行きましょう。はい。部屋の隅に神様と仏様のお守りを一緒にしてありますが、問題はありませんか？お守りを一緒に置いてあるってこと？ってことでしょうね。一緒にしてありますか、ね、って書かれてますね。そうね、これきっとね、いろんな考え方があると思うんだよね。うん、神社さんの言い分だと、神社さんは神様なので仏様より上の位置とかね。お寺さんだったらば仏様なんだから神様と同列とかね、うん、まあそれはね、飾るスペースもきっとあるでしょうから、同じ位置に飾っても一応大丈夫なんじゃないかっていうのが一般的な考え方かな。はい、ということみたいですよ。うん、はい、じゃあ次も行きましょう。先こっちかな。信仰している宗派が他のお寺や神社の参拝を禁じています。困ってます。うん、自分の気持ち一つでしょうか。その通りです。宗教関係のことでね、どうこういう資格が私にはないけど、お参りっていう視点からすれば、どこに行っても大丈夫。行きたいところに行けばいい。っていうのが私の一個人の意見ね。はい。はい。よろしいですか？うん。まあこれ難しいっすよね。うん、宗教的なっていうことになると、私も神社とか仏閣行けないじゃない。そうですよね。うん。立原さんとか神道ですよね。そう。神道は神社さんオンリーでしょ。プラス。うん、あれですよね、キリストの洗礼とかも立花様は受けてるんですよね。そう、営業のついでに訳も分からず水にダボダボされて、洗礼を受けて名前もらって、でなんだかなっていう。だから結局私の縁としてはキリスト教っていうのがあるわけじゃない。うん、でも普段行ってるのは神社や仏閣、いろんなところ行くわけじゃない。で、別にね、教会とかなんかの方ではどこの宗教ダメっていう話はないので、うん、自由に神様たちと触れ合うっていうのはありだから、だからその宗派、その会の考え方だけだから、行きたいところ行ってください。はい。別にみんなに行ってきたよって言わなくてもいいじゃない？まあ、それありますよね。ね。プラス、うん、パワースポットに行ったっていうふうに思ってればいいんじゃないっていう気もしますよね。うん、なかなか難しいですけどね。難しいけどね。うん、はい。じゃあ他も行きましょう。まあ先ほどもちょっとちらっと出しましたがね、立花さんはキリスト教会に参拝は行かれたことありますか？あそこは日曜のお勉強会っていうか、ミサとかあるじゃない。うん、はい。早起きできないんで行ったことないんですよ。朝の6時ぐらいからやってるから。あ、そんな時間から。そう。まあこの方参拝で書いてますけど、礼拝が正しいんですかね、キリスト教の場合はね。ね、でも近くに、うん、教会のこう屋根の上に十字架とかあるじゃない。うん、あんなの見たときは、ちゃんとこう手合わせるよ。はい、はい。どうもって言って、こんにちはって言って、いつもありがとうってやるよ。という感じみたいですよ。うん、はい、じゃあ次も行きましょうか。初詣は地元の近所の自分の住んでいる住所と同じ地域の神社に参拝じゃなくて良いんですか？効果ありますか？これまだあれ氏神のことでしょうね。氏神様の話、うん、どうでしょう。私なんかね、茨城県内行けるところは全部行きたいから、もうどこでも行けるチャンスがあったら行ってるので大丈夫ですよ。はい、県外だろうとどこだろうと。ということみたいですよ。せっかくご縁があったら、行く機会を得たら行ってください。はい、じゃあ次も行きましょうか。神様関係ですかね。これ行きましょう。七福神さんたちにお会いになったことはありますか？七福神に会う、直接大黒さんとか正気さんっていう形では会ったことないかな。はい。これごめんなさいね、ちょっと最近来た方も結構いらっしゃると思うんですけど、初めてね、今日初めてっていう人はいないかもしれないですけど、ここのところ、言ってしまうと今年とかこの数ヶ月で来始めて質問くれてる方も結構多くいらっしゃると思うんですけど、できれば一問一答にしてくださいね。いっぱい質問を書いてこられると立原さんは途中で不機嫌になって何が言いたいのだからって、ね、なっちゃうのでねお願いします一つですよ、いいですか、いっぱい書いてくっちゃダメよ、いやお願いしますよ、一個にしてください。はい過去の丸くなったっていう雰囲気醸し出したのに、そう、でもね、これ言ってしまうと過去の動画見てればそれね、分かるはずなんですけど結構まだね書いてくる人多いので、ちょっとね先手を打たさせてもらいましたよ。はい丸くなった、そうですね、丸くはなりましたよ立原さんね。私もそういうのが分かってるのであえて多く読まないようにしてますからねこちらでも調整してるんですよ立原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、なんていうんですかね、本当ね今年最後、ちょっと最初ね出だしあれでしたけど、笑いながらね終わるような感じがいいですもんね。そりゃそうだよ、イライラして今年もねだよっていうような終わり方だけは嫌じゃないですよね。また来年スタートもねこう笑いながら始めたいところではありますよね。はい、ということでよろしくお願いします。じゃあ、他の質問も読んでいきますよ。先にこれいこうかな。クリスマスケーキはお召し上がりますか？明日11時にね取りに行くんです、予約してあるから。はい、ということみたいです。外せないでしょう。子供かいや、いいんじゃないですかね。楽しみがあるのはいいことですよね。楽しみで楽しみで、みんなね、大人だから、以前のようにワンホールを切って食べる、そんな胃袋ないわけよ、今。だから、一人用サイズの小さいやつ、それをこう3つ頼んでみんなで1個ずつ食べようっていうので予約しておいたので明日取りに行きます。はい、ということみたいです。じゃあ次も行きましょう。これいこうかな。新車を購入したのですがナンバーを選ぶのに悩んでます。選ぶ番号に気をつけるまたは避けるべき番号とかありますかっていう質問ですね。いい質問だよね。おお、そうなんですね。私が車買い替えた時に仕事が反映するようにって言って金運ナンバーの24番にしたのよ。そしたら24って恋愛番号だよってジュニアに注意され、つけちゃったもん変えらんないじゃんっていう話で、で31番が商売の番号だし金運だから31番だよって言われて、どっちでもいいわよっていう話で。で、もしいい番号欲しいなって思うときには、ラッキーナンバーとかね、ナンバーで開運っていう本が売ってるので、その中からちょっとこう、どれがいいかなって見るといいよねって話。っていうことみたいですよ。やっぱり番号ってみんなこだわってるじゃない？そういうところでは。で、よくね、イロハがいいよとかって言われたりとか、369がいいよって言われたりとか、でも基本自分の好きな番号っていうのありかもしれないよね。私24番にしたのだから「大金運」って言いながら、そしたら「恋愛運だった」っていう「どういうこっちゃ」って言いながらね。はい、ということみたいですよ。じゃあ次もいきますよ。私は最近服をサムエにしています。サムエだと服を選ばなくて良いので楽です。立倉さんは枠を着ますかかな。はい。あのね、いつだったかホテルに泊まって、ホテルじゃないな、旅館か。旅館に泊まった時に、ご自由にお選びくださいっていう女性用の浴衣ってあるじゃない。はい。なんであれみんなサイズちっちゃいの？いやそれは知らないですね。で L サイズって、はい、L サイズって書いてあるからさすがに私も入るかと思ったら前が合わさんないわけよ。はい。なんかこうねこう上っ張りみたいになってて、うん、で何年か前にね和服を一揃えお正月着たくて買い揃えたのよ。はい。したら和服着たらなんて言われたと思う？なんて言われたんですか？相撲取り。それ着物じゃなくて浴衣とかじゃなくてですか？違う、着物。着物で相撲取りはないですよね。言われたのよ。うん。あ、相撲取りだ横綱だって言われてから着てない。はい。というわけで着てないそうですよ。はい。じゃあ次も行きましょう。こんなに暗い夜なのにカラスがかなり大げさに鳴いています。何か天変地異が起きる予兆でしょうか。時々オカルトトークになるけど、カラスはいろんな天変地異を教えてくれるよって言ってるじゃん。はい。で、何日か前も朝起きたらカラスがギャーギャーって鳴いてたのね。うん。ギャーギャーって鳴いた日に。上の方でちょっと震度5弱の地震があったっていうのがあるので、結構ねカラスさんはそういう天変地異には敏感だよ。はい、ということみたいですよ。気をつけて聞いてみてください。はい。じゃあ次も行きましょうか。お供え物は個人の好きなものを供えたりしますが、乳児のお供え物は何年経っても赤ちゃんのものでいいのですか？赤ちゃんのものでいいんじゃないっていうか、お菓子とかね子供が食べるようなものでいいんじゃない？自分がそれでいいと思えば。はいということみたいですよ。じゃあ次も行きましょうか。立原さんが来年楽しみにしていることはありますか？楽しみにしていることはまず12月31日の、年末ジャンボ宝くじの発表を楽しみにしてるね。うん。もう今リッチマンだから。中世日までは。ああ、ごめんなさい、立原さん。来年楽しみにしてることはありますか？発表は1日です。そういうことか。そういうことか。一番最初の一番のお楽しみって言ったらそこじゃない。他にはないんですか？ないんですね。楽しみにしてることは特にないな。特にないそうですよ。はい。で、まあでもなんだろう、来年何かあるっていう予定があればね、楽しみにもできるでしょうけどもね、なかなか今の段階だと難しいですよね。だって旅行も行かれないでしょ。まあでも立原さん、この数年で行った旅行って私はニューヨークぐらいしか知らないんですけど。ああ、もともとねお外を歩くタイプじゃないので。言っても大洗とか中港の市場とか、まあ、その近辺かせいぜい県南の大杉神社とか神社巡りとかだけど、 あとはあれお仕事でどっか行かれてましたよね、金沢だっけ？行かれてませんでしたっけ？行った。金粉のソフトクリーム食べれなかったって言ってましたね。そうなん言ってましたよね、そういえばね。最近はなかなか難しいですね、これはね。行かれないんだもん、だって。そうなの。なかなか旅行も行けない。そうね、楽しみにしてるって言ったら心を新たにまた仕事をするっていうことが楽しみぐらいかな。あら、それはいいことですね、これね。なんかね、自分から仕事取ったら何にもないなっていうところがちょっと寂しげでもあるんだけど、はい、自分の好きなことやってるんだから。そうなんですよね。そう、それがもうますます大好きで。楽しんでやってるっていう、まあ、それをまた来年ね楽しくやりたいなっていうとこですかね。楽しみかな。はい、ということみたいです。うん、で次も行きましょう。来年のラッキーカラーを教えてください。多分個人個人違うと思うけど、トータルで言うとラッキーカラーシルバー系だと思うかな。はあ、シルバー、うん、シルバー系って情報なのよ。うん、すっごく情報がね飛び交うっていうね一年になりそうなので、だからシルバー系かな。シルバーにブルーが混じっていたり、ブルーにシルバーが混じっていたりとかね、ピンクにシルバーが混じっていたり、キラキラした1年がいいね。グレーじゃダメなんですか？グレーにラメみたいにシルバーがこうキラキラってしていると最高です。なるほどね。うん、まあこれはカラーというより身につけるものっていう感覚でもいいですか？うん、でもいいです。なるほど、シルバー系の何かを身につけるといいかもしれない。そうそうそう、キラキラする1年を過ごしたいので、またそういうエネルギーがあふれてくるといろんなことがキラキラ輝き出していいと思います。うん、うん、はい、じゃあ次もいきましょう。これでもさっきもやったかな。お守りは買ったところに持っていかないとダメですか？いや買ったところに持っていかなくても大丈夫だよ。はい、じゃあ次もいきますよ。うん、いろんな神様を信仰するのは良いですか？例えばキリストも信仰しているけど仏教も信仰しているとか。多分この方のおっしゃる信仰は信仰にあらずだと思います。というのは信仰心っていうのは何と何と何ではないんだよね。これね難しくなっちゃうな。優しく言うと、信仰するっていうのはこれを信仰していいですか、あれを信仰していいですかっていうそういう感覚ではないんだよね。はい、そうだな。なんて言ったらいいんだろう。自分の心の支えになっているかどうかってことかな。ああ、なるほどね。信仰するっていうのはね。はい、伝わりますかね、大丈夫ですかね。どうかな。だから仏教で何を信じて自分の心の支えになってるか、なっていれば OK。 カトリックで何が心の支えになってるか、なっているんであれば OK。 イスラム教何が心の支えになっているか、これがなっている OK。 こういう感じでわかる？いいかな。うん、はい。じゃあ次も行かせてくださいね、これ。次行きましょう。立原さんのストレス解消法は何ですか？私のストレス解消法はもう決まってるじゃない。修行ですよ。UFO キャッチャーですね。タタタタタタって言いながら、ああ取れたって言う。それはその今のは任天堂ですよね。あ、そうかそうか。でまあ UFO キャッチャーってことですね。そうそうそう。はい、ということみたいですよ。じゃあ次も行きましょう。カラスが何もしてないのに通行人の頭を蹴飛ばしたのを見かけました。なぜだと思いますか？近くに自分の巣があって、多分卵を温めていたり子育てをしてたんじゃないかな。はい。うん、そういう時って結構通る人を襲うから。なるほどね。はいはいはい。っていうことじゃないかということみたいですよ。じゃあ次も行きましょうか。これ行きましょう。年末ジャンボ10億当たったら何したいですか？あ、それはねいつも考えてる。一つはペットをね救済する施設作りたいなと思ってる。今ほら猫とか犬とかが結構不幸な目に遭ってたりするから、そういう子たちを保護する活動にしようかなっていうのと、あと自分が将来入れるように老人ホーム作りたい。そしたら、自分がそこの管理者になってみんなと一緒に一生そこにいられるじゃんっていうのがあるし、あとはね女性を支援できるような何か仕事をしたいかなっていう。子供を抱えて、例えばそうね、シングルマザーとかね。あとは、そうだな。いろいろあるな。いろいろあるよ。はい、ということで、今年最後の立ちはらべしゃり、これにて終了させていただきたいと思います。早いね。はい。いや、早くはないですよ。だっていつもと同じ時間ですよ。あ、そっかそっか。始まるのが遅かったからですよ。はい。すみません。はい。はい、まあまあ仕方ないですのでね。ということで、今日、スーパーチャット入れてくださった方々ご紹介したいと思います。柴犬日和さん、奏で来さん、みみすけさん、以上の方々のスーパーチャット支援で放送をお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。来年ですね。来年は何日からでしたっけ？13ですね。うん、なんだっけ、最初の週はちょっとお休みさせていただくことにして、2週、3週目になるのかな、暦上では。はい、うん。1週目が1、2になっちゃうので、3週目の13日からまた立ちはらべしゃり行いますので、ぜひぜひまた来てください。はい。この後22時からはですね、チャンネルメンバーシップミドルクラス以上の方々を対象にした後編の方を行いますので、会場の方を移動してください。そして23時半からはですね、最新の遠隔霊視ですね。こちらも年内最後かな。あ、視聴者投稿があるので年内最後ではないですけど、行いますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい。というわけで、また来年お会いいたしましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。